はい、チゃオ、亀岡です。今日はですね、えー、高配当株特集ということで、もう明日がね、え県領地日になりますので、えー、ちょっと集中してお届けしてるんですけども、その中でもですね、えー、かなり高配当で、しかもね、テクニカル的にもですね、チャートのトレンドが形成されそうだっていうですね、えー、高配当をかけ×テクニカルチャートっていう形でお届けしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。なのでね、フロー所得は高配当株からと。 いうことでまあ、僕はね、結構、中長期トレーダーなので、えー、配当をもらいながら、えーまあ、辛抱強くですね、えー、上がるのを待って、 えー、その後ね、えー、キャピタルゲインを手に入れていくるってことが結構多いです。ただね、えー、やっぱりそういった中で、まあ下がっていくところも結構必死に耐えることが多いので、えー、配当がもらえるってことはね、結構その我慢量ですよね。えー、非常に大事なんですよね。もう分かりやすく考え方を伝えてしまうと、まあ10年持ってれば、少なくとも,もうね、マイナス分は全部取り返せるぐらいの配当があれば、正直ね、安心して持ち続けることができます。まあ、僕は会社経営やってるのでね、えーまあ 変な言い方じゃなくて、やっぱり新入社員とかって2年ぐらい赤字社員なんですよね。その2年間を耐えるっていうのは、まあ経営者にとっては、辛抱っていうよりは投資ですよね。で、株式投資も投資なので、まあすぐに回収する、まあできたら一番嬉しいですけども、すべてにおいて新入社員が、あのね、1年目で黒字社員になるってことはないですよ。まあ1人ぐらいエース社員がいて、残りの9割はまあ赤字のままってことが大抵です。それが想定内って言いますかね、それがまあレギュラーなんですよね。 そういうふうに考えると、まあ、2、3年かけて、えーまあ、回収をすると、その間ずっと、ね、配当をもらえると結構安心量になりますよね。僕は結構高配当株ね、あのとか、えーまあね、そこそこ、まあ、あの安定して配当をね、えーまあその 出してるような会社は結構好きですね、まあ、そういった中で、えー、後輩動画もね、今日特集していきたいなと思うんですけども、3選ということでね、公開になってますね。まあ、大体僕はあのもう本当に取手出しで編集しないので、まあ、そこはね、えー、皆さんの方で翻訳してみてくださいということで、ただこれ、公にね、もう既に、えー、出されているニュースを再編集してるだけになります。 なので、ここだけの特別な情報は一切ないというところと、株式投資はね、えー、自己責任になりますので、その点だけはご了承ください。あとね、えー、この番組ではね、チャンネル登録者向けに、えー、期間限定の特別動画であったりとか、あとはですね、えー、まだ、 誰もをね、えー、伝えていないような世界のニュースとか、まぁ、あ、エージのね、ニュースから、えー、どこよりも早くお届けしてい,るいます。そういったものはね、速報として、こちらもチャンネル登録者向けにですね、期間限定で公開しておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、えー、まずはね、29日ですね、明日ですよね、えー、権利落ち日になるということで、えー、そのまま、またいでね、1日またいで、30日まで持ち続けていれば、一応ね、30日で売ってもいいと。 いうことになっています。まあね、皆さんの証券会社の方で、正確な情報を見てください。この情報そのものが、まあ、ここまで作り込んでおいてね、間違ってたら、まあ、それはそれでとんでもないことですけども、一応楽天証券ね、えー、私、あの、メイン講座になってますので、いくつかあるうちのね、えー、ここから引用してますので、まあ、これが間違ってるってことはないと思うんですけども、まあ、皆さんの証券会社もちゃんと確認してくださいね。まあ、それは前提にしといてください。ということで、 三つですね、えー。おそらくこれが、えー、ラストですね、えー。ラストになります。この三月配当権利落ちですね、えー。行ってみましょう。ということで、えー、まずはね、日徳建設になりますね。まあ、ね、こんな銘柄、高配当じゃなければ、なかなか紹介しない、地味な銘柄ですけど、まあいろいろ探しますよ。もちろん。で、えー、チャートも見てね、えー、まあ厳選をちゃんとしてますので、まあな、ただね、ただのダイヤモンド財産とか、スキホーオンラインさんが、 後輩等のね、トップ10のやつを紹介するだけだったら、正直もうほとんどの YouTuber がね、えー、そういった紹介の仕方してますし、わざわざこの番組見る必要ないと、皆さん思いますよね。まあそういった人たちが、私のね、えー、チャンネルの視聴者になっていると、私ももちろん理解してますので、もうほとんどのね、えー、YouTube チャンネルとか、ね、ダイヤモンド材では紹介されていないようなものをもちろん今回もね、用意しています。なので、日徳建設って私も、 私もね、まああんまり見ないですよ。日徳建設さんね。ただ、高配当、まあ利回り5.46って素晴らしいじゃないですか。こんなね、高配当。僕は3.5%以上はもう高配当と位置づけてますけども、そうした中でもね、5.46っていうのはかなり高い配当になってます。で、1年チャートくらいで見るとね、えー、若干まあ上値持ち合いでね、えー、まあ、どっちに行こうかなって迷ってるっていうね、えー、そんな状態に見えますが、ちょっと伸ばしてね、2年チャートで見ると、もうね、 えー、ちょうどお、コツンとね、この650円のところで、えー、一旦その下ね、支持線をね、えー、切り上げた後大きくね、えー、トレンドを形成しているようにも見えます。もちろんね、このテクニカル上ではですよ。 おそういった意味では、もうここで持ち合ってますけども、まあもちろん配当権量落ち日が終わったらね、えー、下がっていく可能性は十分ありますけども、まあ一旦ね、テクニカル的に、まあそ、えー、打ちをしたんじゃないかというふうにね、見れますので、あとは皆さんの方でね、えー、監視メーカーに入れるなり、ご自身で会社のね、状況などを調べてもらうなりしてもいいんじゃないかなと思っております。で、業績も、ね、で,すですね、えー、こういった形で、一、えー、株益もお、まあ一応常に、えー、まあ、 しっかりと出しておりますし業績の方もね売上高も上がってきてると 読みとしてはね、若干、えー、2022年は下落ちし、下落ししそうな感じになってますけども、まあ読みなのでね、えー、もしかしたらこれをね、上振れ予想って形で上げてくるようなことがあれば、まあそれがメディアに乗って、えー、レーティングが上がってって形で、えー、再評価される可能性もありますし、何よりね、コーナーによって赤字に転落せないというのは、それだけまあ、経営基盤、もしくはね、クライアントがしっかりしていると、そのパイプがね、というふうにも見えるんじゃないかなと思います。で、しかも、ね、これはね、えー、国土強靭化、 銘柄になるんですねまあそういったセクターになります。えー、国土強靭化っていうのはね、つまり今国が今後ね、豪雨であったりとか、あとね、インフラが結構錆びついてるというんですかね、えーまあ、昭和の時に、えー、バブルの崩壊によって、国がジャブジャブとね、お金をこういったインフラに、えー、注い込んだんですよね。これからちょうど30年、40年経つので、もう一度メンテナンスが必要とかね、あと地震とかに津波もありますよね。こういったものにお金を 使っていこうっていう国の姿勢があります。これはもちろん我々の生活、それから人命を維持するためってこともありますけども、まあそういった意味ではね、そういったテーマ銘柄になっているので、防災とかね、維持修理とか、土地再生とかね、えー、まあ,あ、注目に値するんじゃないかなとは思っております。で、続いて二つ目の銘柄ですね。えー、大凶西川って、これもね、この特徴をしなければ、あの、まあ目に僕もね、そんなに触れてないですよ。 そういった銘柄を紹介しているってことになるのでね。えー、逆にだから、逆にだからそういった意味で面白いんじゃないかなと。僕はもしね、視聴者って言いますかね、見る側だったら、こんなの見たことないなってことで、えー、結構興味示すと思います。そういったものをまあご紹介しているとことになりますね。5.37%ってことで、これも配当に回り結構高いでしょうね。さすが大京西川って。すごいぞ。やるなって形なんですけど、 チャートの方もですね、えー、まあ、ちょっとこのリバウンドし設つも550円をね、行ったり来てるような形に見えますが、まあ、この辺りがね、一旦、まあ、えー、下値支 C 線に見えます。このお、もちろんこの6ヶ月っていう期間で見てたらですよ。おで、えー、あとはね、えー、これを2年ぐらいに引き伸ばすと、ちょうどですね、えー、この下値支 C 線ラインを、まあ、 強く抵抗されているよように見えますよねもちろんここから反発するかどうか分かんないですよ。それはあのもちろん時の運そして相場の神様しか分からないんですが、まあ、そこなりのね、えー、その強い抵抗に支持されているようには テクニカ別に私があのね独断と宣言で独断と、えー、で話してるわけじゃなくて、えー、まあ誰が見てもそう見えるのでここからもし反発するとそう期待する投資家がいたらま面白いんじゃないかなということでご紹介しておりますただね赤字に転落するんですよねここはまあ気をつけてくださいということでまあ科学セクターではありますけども仮にね今後まあ売り上げは伸びていかないとよりねえー、シュリンクって言ってね 会社としてもうその先行きがなかなか今の事業だけでは見越せないってことになると赤字赤字赤字っていう形で毎年累積になっていく可能性ももちろんここからここをスタートしてね あります。例えばそういった形で上場廃止になったりとか、もう日中もさっきちも行かなくなったメーカーってありますよね。えー、例えば、不内総研なんかはね、あれだけ一時期売り上げを伸ばしていたのに、えー、上場廃止になりましたし、えー、ね、えー、他にもね、シャープさんはね、買収されてまた復活を目指したりとかしてますけども、そういう風になってくると、まあ、この後ね、さらなる下に、下に、 落ちていく可能性はあります。ただ、自動車なのでね、えー、まあ今、結構、モータベーリティはね、えー、まあ、どこの、銘柄も下げているので、まあ、その形でいって、またこの後ね、えー、要が回復してくると思えば、まあ、それはそれで、まあ、面白いんじゃないかなと。こういったね、いわゆる、この、樹皮部品ですね、ボディであったりとか、え、カーボンとかね、こういったものですかね、えー、を扱っているということになります。で、しかもね、車の、軽量化のために、金属から今後ね、樹皮に、 シフトしてていくと言われてますねこれは EV が、ね、今取り出されてますけども、こうでっ電気自動車になってね、さらなる燃費とか移動距離とかね、そういったものを考えた場合は、やっぱりより進む可能性がありますよね。相当のマニアとかね、カーマニアとかだったら、いや、私はね、絶対に金属だとか、ね、車は絶対に ね、あの、樹皮なんかダサいよっていう人はいるかもしれないですけれども、まあそうじゃなければ、基本的にはね、こちらにシフトしていくと。それはまあ軽量化のために。あとカーボンとかね、えー、そういったものにシフトしていくでしょうと思います。僕はね、あんまり車興味がないのでね、えー、その辺はよくわからないですけども、 で、えー、まあ、そういった意味でね、興味がある人はいろいろ調べてみてください。ご自身でね。で、3つ目、最後ですね。こちらがコニカミノルタになります。これはまあ、ある程度ね、メジャー級の銘柄なっているんじゃないかなと思いますが、利回りが5.6%ということで、まあね、若干もうトレンドは形成されておりますので、えー、おそらく、まあ、明日、権利、落ち日で、えー、確定されたら下がるとは思いますよ。まあ、わかんないですよ。もちろん、絶対ではないですけども。ただね、えー、そういった意味では、まあ、高配当ということでは、まあ、 面白いんじゃないかなってことと、ここに若干、上値支持線が強くありますよね。そこに届いていないというところで、今度今までのね、えー、下寝支持線をコツンとしたとは逆ですね。まだ上値にも届いてないっていうところでご紹介しました。ただもちろん、下がる要素もとかね、下がるパワーもものすごく感じるので、えー、逆に配当、権利、落ち日に下がったところを、また拾っていくっていうやり方も面白いかもしれないです。あとは皆さんの得意技とかね、えー、投資手法とか。 えーまあ、そういうところで変わってくると思いますので、えーまあ、その辺は、ね、皆さんの方でいろいろ戦略とかいろいろ考えてみたら面白いんじゃないかなと思っております。で、えー、業績の方もですね、えーまあ、ようやく黒字回復をしてきたばかりというところで、えーまあ、黒字に、ねえー、転換をされています。えー、人株益もね、えー、営業利益もね。ただ、まああのー、きついというのは確かでしょうね。えー、なかなか、まああのー、業績がようやく回復 土地にあるというのはまあ間違いないようにこの決算内容から見えます。だからコニカミノルタっていうのはね皆さんプリンターとかそういった会社は複写機とかねえー、と思ってるとは思いますが最近医療の方にね非常に力を入れてます。特に、えー、こういったね。 えー、まあ、X 線とかね、えー、それ以外の、まあ、ホームページとか見るとね、出てきますので、見てもらいたいんですけども、それ以外の医療工学機器とかね、胃カメラとかですかね、えー、そういったものに非常に力を入れてますので、まあ、そういうところもね、えー、今後、海外に、えー、輸送していくとかね、国内の、ね、高齢化によるあの需要の高まりとかも期待できるんじゃないかなとは思っております。 こういった形でね、今日も3銘柄をご紹介しましたが、まあ、あとはね、皆さんの方で調べてね、えー、まあそれ以外のセクターとかね、周辺の銘柄とかも面白いものもあるかもしれないので、いろいろ見てみてください。ということで以上になります。それでは高速でゴー、ゴ